今日も、じゃあ、麻雀やっていきましょうか。元裏プロ。として、一試合もしたことがない、私が、麻雀を、やってみます。はい。じゃあ、自由対戦ですね。ランダムで、スタートしましょう。じゃーんシャーチャからスタートですね。ドラが E1。ということは、お、あるじゃないか。これは、イーソーリャンゾーから切っていって、 いといてかか何がしかにあこれはね、4万を切っていく手ですね。そうすると、想像の下を切って、3万が入れば、何がしになるけど、E1 が問いつると、なかなかファンキーですね。はい、しかし、問いつらないということですね。えー、何をこれ合わせていきましょうか。初も枯れてきたんで、初も切るんですが、ちょっと問いつの方向に寄せていくというね。まあ、そんなお茶目をしてもいいでしょうか。 あよかった。初持ってるぞ。はい。じゃあこれ切って、次いでパーソン2枚を切る作戦と思ったらトーンを切ってる人がいるからトーンを切っちゃおうかな。はい。ウーワン。まあ、これは通るでしょうけどね。切ってみましょうか。サクッと、サクッと、気さくにいきましょう。うん。あ、もうダメですね。はい。じゃあ、シャー切って折りましょうか。はい。チーピンも来ないし、E1 も重ならないし、面白くない、面白くない。流極。 ということは、これ連チャンするんかな、テンパイで。あー、テンパイで連チャンなんだ。3ピンがドラ。いや、3ピンはね、最も得意なドラなんですよ。3ピンがドラになったら、私はね、上がり目があるんだよね。ほらね。泣かないよ、こんなの。数ピンをスッと引く。もしくは、3ピンをさっと重ねる。でしょこれ初、初切りたくなりそうですけども、実は初を切るんですね。これ3ピン重なるかもしれないからね、実際。 三ン重ならなくちゃ、やーよ、みたいなね、声が聞こえてきそうですけども、重ならない。いい数ピンか。あんまり魅力的じゃないですね。二差しの三色がこれで狙えるみたいなんですけども、リーチとか余計なことする人がいるんで、これはお叱りを与えなければなりません。ルーチ。チーチなんだよ。なんだよ。おとなしくしろよ。え、いいピンつかめ。いいピンつかめ。はは。ダメでしたね。 なるほど。三面ちゃんですか。まあいいでしょう。間接的に親にダメージを与えたというね、解釈が成り立ちます。これは、7八九の三色ですかはい、7八九の三色ですね。はい、7八九の三色、一直線。はい、じゃあ、これも切ってしまって。なんとかね、パッソーあたりを、ものにしたいですね。 今度、パスソーはこれ、泣くなあ。あ、残念あ。カウピンをロスっちゃいました。ロスチャイルドだね、もう完全にね。これは、ひよった方がいいでしょ。もう、ローセスして、これは、親番を引き寄せるため。あ、チューン、痛痛くない、痛くない。よし、ローピン。いや、止めたよ。止めてない。<laughs> 打ってもよかったね、1300なら。はい、トン3曲。やっと本気になれる。 場面が来ました。トーン3曲はね、私が最も得意とする曲面ですね。<laughs> これは一体、こう、あまり手がよろしくない。パーピンを手拍子で切らないようにした方がいいですね。下茶のようにね。下の人はなんで切っちゃったんでしょうか。うん、これはね、関数1にかまして、で E1 でしくると。あ、でもいいですね。これこのまま曲が流れるれ親番来るじゃないですか。 日和りながら売った方がいいですね、これはね。日和り身だ方で。得意の日和り身だ方でな、これは。<も>なんで積もるなって。やめろってね。ああ、すごいですね。3600円いきましたね。<laughs> なぜか親かぶりに気づいていませんでした。いつの間にか親がなくなったじゃん。どういうこっちゃ。言わん切っちゃうぞ、そんなことするんだったら。あ。 られた、ね、ああまあこれ急走切ってもいいでしょパスそうがね簡単に出ちゃうよねでもねどういうこっちゃねなんかこう泣けるといいんですけどもどうでしょうか泣けるんでしょうか私あ泣けないパスを切ってなんでやねんこれポンしたら悪空間打法になるんじゃないですか 謎のポンでローソーがなぜかねこぼれてくるというまあそんなことはないかどうしましょうかサブローソーでいいっすかねああ数値ー層の延べタンすらよかったねあ上がれちゃったなんかしんないけどふざけた仕掛けが上がりになりました、うん、まあ今回もやられて 視聴者の皆さんには、また新しいお笑いのネタを授けるか、もしくはもうね、二度と来ねえよって言わせるような感じはしますけども。こっから第三元狙いたらどうですか第一弦っていうな言い方をしますけどもね。トーン切っておきましょうか。はい。分かってたよ。分かっててなんか、あ、ドラだった。しまった。釣られたじゃん。誰だよ、あのおっさん。あ、いいね。いいね、いいね、いいね。はい。じゃあどっちか泣かして。もういいから。おぉ。 パーピンなら取るでしょ。はい。じゃあ、ウッパーマンお願いします。はい。ありがとうございます。なんとか上がりました。はい。難入して、私の出番はっきり言って、もうないような気がします。遠慮なく自配を切ったらどうなるのかな。はい、7万。 なんちゃですけどねこれはねあこれリャンゾーがもうなくなっていく悲しさがあるんじゃないですかなんか無理やりリャンゾーをなんかね裏技で引くみたいなまだあ泣かれちゃいましたねいや,やめてよいいピンねスワンコ狙ってみるえアリーチですねはいじゃあお願いします3層とパーピンのシャボで スーアンコウが狙えるんですけども、関してパワーピンをあぶり出す作戦かあぶれ。あぶれないで。はい。炙られませんでした。油肩らかたぶら。誰かテンパってないのそっか。まあいいや。おやでございます。変な手だな。これ、想図でまとまるような気がしないですかなんとなまあダメだな。 ちょっっと、バットを短く持っていきましょうか。<laughs> よく分からない表現ですけどね。で、想像あたりがこう、ばらけてくるといいんですけどね。あこれ、チーした方がいいね。うん、で、この謎の地位で、この嘘のくっつきを狙うというね、ふざけた作戦があります。 はい、くっつきませんでした。くっつきました。全然くっついてない。あ嘘を切って、ぶどんと刺さる。おポンしないだろ。あ、ポンか。ね。これで、イーソー、キュウソのシャボだけど、キ走ソはね、最初からないんですよ。あ、上がれた。こんなバカな上がりがあっていいんでしょうか <laughs>。悪空間成功。自ら悪空間にはまりました。 これチーピンが欲しいところなんですがチーピンがいただけるでしょうかこれ1枚切れの自敗は取っといた方がいいよね重なるかもしんないからね1枚切れの自敗 Q1 もちょっといけそうな気がするねこれね気がするだけなんですけどねこの気がするってのが大事なんですよやっぱり酸素も切っとこう,うんチーピンの行方が気になりますあな何ですか やめてくださいよもう。じゃトン切るよ。はい。重なれ。これ数字。いいから。えっ、ー、と、パス等はそのまま通りますね。はい。二人リーチに行く灰なしということですね。9万切っときましょうか。はい。もうこれね、手詰まりですね。じゃあ、シャアあたりを打って、おとなしくするということでいいでしょうか。あ、数万来ちゃったね、こんなにね。 うパービーなるほどね。下の方が優勝するかもしれないですね。これはね。私の読みが正しければ。こういった読みはね、当たりそうですよ。ラス前に来て、展望を一番持った人が勝つみたいな予想がありますけども。うん。ちょっと想像によるかと思ったら、寄らない。寄ってきたな。うーん。まあ、一枚切っときましょうか。急増重なれ。まあ、これでもいいや。 チーソー泣かして。泣かしてもらえないね。チーソー泣かして。あらゴムたいな。なんでこんなことになるんですよ、これ。うわ、あんこにしときゃよかった。あこれね、リーチはしないだろ。バレないように闇点しときましょう。バレないように闇点。はい。チーソー誰か切るパス危ないやめてよ。はい。ダメでした。 スワンコタンがいらっっしゃったんですね、うん、怖いですね。はい。じゃあ、ラスマインもう一回行きましょうか。これは上がりそうじゃないですか、なんか、うん。これはこっから切っていこう。ね。ここも切っていこう。はい。ああ、痛い。まあ、でもパーピン薄いからな。うーん。誰かリャマンポンさせてくれたらいいんですけどね。自分でポンしちゃうぞ。 あらそういうことするんですか師匠筋、うん、これねチーしてチー <G> して飛び出す E1 おこれはなんか模さ苦しいですね パス出出るんかな出たのこのヘボ打ちで上がれるってのはどういうことですかね勘弁しなしくだよねこれで優勝したらみんなもうわって逃げるんじゃないですかやってられるかーみたいな感じで私が逆の立場だったらもう帰りますよ、はい、チュンがドラなのにもう出てるねこれはね消極的にチートを向かう作戦でいいんじゃないですか 消極的。ペー、シャーを切っておこうか。チュンね。チュン2枚切れちゃったね。あ、上がって。7100の人。7100の人上がって。はい。はい、もう上がんなくていいさ、あなた。お、じゃあ白切っていこうかな。これマクラーレンマクラーレンじゃないの <laughs> なぜか2000点。何やってんの はい、なぜか優勝できましたすいませんでしたいや本当にね12分で今回も終わりましいたいこのインターネットのマ雀ジャンって12分から20分ぐらいで終わるんですかねうんまあありがとうございました3回目にしてやっと優勝です